ラタール大宮店動画で紹介モーニング食べ放題の巻。本日はラタール大宮店東松山店限定モーニングバイキングをご紹介いたします。今回ご紹介するお店は大宮アパホテルさん1階にあるラタール大宮店になります。では早速入りましょう。通常お店に入るときは左側のお店の入り口からになりますが、モーニングバイキングは違います。正面の自動ドア、ホテルの入り口から入っていきます。モーニングバイキングのお客様はホテルのフロントで朝食チケットを購入します。大宮店のモーニングバイキングはお一人様税込み1150円になります。インド料理、和食、その他ドリンクバーと全部で20種類以上もあるようです。楽しみですね。コロナ対策もしっかりしていて、まず最初にこちらの手袋を使って料理を取っていくようです。お店の料理がたくさん並んでますね。まずは端から紹介していきましょう。まずはソーセージと、黄色いのはインド風のオムレツですかね。カレーはチキンカレー、キーマカレー、日替わりカレーがこの日はありました。隣のジャーには炊きたての白米、こちらはチキンスープ、香辛料が効いて体が温まりますね。これはインド風焼きそば、スパイシーで食欲がそそります。食べやすくカットされたタンドリーチキン、お子様にも大人気のコーンもあります。こちらは山盛りのサラダ、朝はしっかり野菜も食べたいですよね。3種類のドレッシングもあります。酸味の少ないマイルドな美味しいヨーグルト、ドリンクバーも種類が豊富ですね。インド料理といえば大人気のチャイもありました。料理をテーブルにずらーっと並べてみました。いつもと違う朝食でワクワクしますね。ではいただきます。こちらが店内の様子です。ゆったりとした朝の時間を過ごせそうですね。インド料理大宮店ラタールのお店情報はこちら。モーニングは朝6時半から9時半まで。ぜひ朝のモーニングバイキングおすすめですので、皆さん行ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。